けれども、遅すぎたおぶつけごろ逮捕、無力感から無力化へと、無力化というのはね、まあ、私がかねて主張しているように、やはりこのおぶつけの連中がですね、わーわー卑猥卑劣なことを大音量で、この発してですね、例えば飯山あかりさんのような真面目に政策を訴えている女性候補に対して、まあ、ハラスメントなんて次元じゃないですよね。極めても汚い行為を仕掛けてくる、まあ、そういうのはね、これまあ後で詳しく言いますけれども、やはり、まあ自警団と称するかどうかは別にして、まあ、まともな常識人の方がね、加害機材を無害化する、無力化すると。まあ、要するに、マイクとかね、スピーカーを、まあ、使えないようにすると。それに対してですね、相手が、まあ、まさに暴力を振るってきたら、まあ、こちらのですね、正当防衛の範囲っていうのもその分高まるわけですから、まあ、腕に覚えのある人たちがですね、おお、それはもう今後はね、俺たちがやるよという声を上げたりしてます。これはあくまでね、正当防衛ですからね、その、まあ、肉体的には弱い女性に対してですね、まあ、とんでもない、汚い暴言を大音量でがなり立てる、まあ、これに対してですね、その、加害機材無力化するというのはもう容易に判断できる、正当防衛、です。でね、この正当防衛っていうのはね、まあ、必要最小限の力の行使、相手の加害行為をですね、無力化するための必要最小限の実力行使、これは正当防衛としてですね、合法です。で、一線を越えたね、まあ、過剰防衛になったらこれは問題です。例えば、相手と揉み合いになってですね、クズがですね、まあ、倒れても動かなくなっていると。そういう状況なのに顔面をバコーンと蹴り上げたりとかね。これは過剰防衛であって犯罪行為になりますけれども、必要最小限、のですね、この加害を防ぐ防衛行為。これはですね、正当防衛として、合法ですから、まあ今後ですね、まあ有志が、そういった行動に常に出られるっていうね、体制を作っておくことが必要でしょうね。で、その辺また後でちょっと言いますけれども、まあ今日ですね、午前中ニュースとして流れましたけれども、例のまあ翼の党と称する、まあクズの党ですね、これの、まあ、最高幹部と称しとる連中、3人が、逮捕された。まあ、ようやく警視庁もですね、我々の警察を一体何してるんだという声に対して、まあ、このままではね、警察の権威が失墜する一方だというんで、まあ、ようやく重い腰を警視庁が上げたということでしょう。で、逮捕されたのはね、まあ、クズの党の代表である、クズ川。まあ、本名を不知にするのも怪我らしいんでね。まあ、クズ川と言っておきますけれども。それから、根元から腐ったクズと、まあ、私呼んでるんですけれども、東京15区にね、立候補した、おぶつけ泡沫候補ですけれどもね。それともう一人、もう一人よく知らないんですが、なんかボテッとしたね、ニヤニヤ笑う気色悪いと言いましたけれども、まあ、多分それでしょうね。名前もよく知りません。で、このでまあ、遅すぎた対応なんですけれどもね、警察の、まあ、本来はもう選挙戦中にね、目に余る行動っていうのがどんどんエスカレートしてたわけですから、連中においてね、やっぱり早く警察が動いておくべきだったし、また岸田首相や、東京都の治安を預かる小池都知事がですね、まあ、警視総監に対して、もうとにかく責任は私たちが取るからね、政治家である私たちが責任を取るから、あのクズどもの行為を無力化せよと、そういう指示を出すべきだったんですね。
で、まあ、まあ、あえて言えばね、そういう頼りない政治家から指示がなくても、やっぱ警視総監を筆頭にですね、警視庁を挙げて、しっかり厳しく取り締まるということが必要でしたよね。これは全国のやはり、警察においてですね、まあ、今回の警視庁の非常に頼りない、動き、まあ、今になってようやく動きましたけれども、これをやはり参考にしてですね、今後の対応というものを練っていただきたいと思ってます。それでね、まあ、逮捕をされたわけですけれども、まあ、これ今後ですね、警察が捜査してね、それで送検、しますよね。で、検察が、まあ、起訴を決めるわけですからけれども、これもね、検察がしっかり、こう厳しい量刑を持って起訴するようにね、これやっぱり世論のプレッシャーというのを高めないといけないんですよね。警察が逮捕してくれたらよかったよかったっちゅうんじゃなくってね、まだ、世論戦はこれからが本番ですからね、警察に対しても徹底的な取り締まりをやってくれよと、そして背後関係ね、で一体誰が金出しとんのと、そういったことも含めて、その徹底解明、そして、しっかりした資料を揃えてね、送検する、検察に送る。で、検察の方もね、甘い量刑じゃなくて、おっと言わせるぐらいのね、厳しい量刑を持ってですね、起訴をしないといけない。このプレッシャーもですね、今後高めていかないといけないですよね。で、判決を下すのは、裁判官ですけれども、裁判における裁判長のね、訴訟指揮のあり方、それからもちろん判決についても、これ世論が厳しくね、こう甘い判決出したりしたらね、あるいは例えばね、執行猶予付きなんてことをやったらね、これはクズどもが、あ、執行猶予付くのかと、刑務所入らなくていいんだと言うんで、ますます増長しますからね、これ絶対に実刑に処さないといけない。だから裁判官に対してね、これは実刑だよという圧力を強めていかないといけませんね。まあ、左翼の変な裁判官も多いですからね、相当圧力を高めていかないといけません。でですね、ちゃんとした実刑判決が出て、あのクズ連中がですね、相当期間、塀の中に入るということになればですね、それなりの抑止力には今後なりますよね。まあ、ああいうですね、卑劣卑猥な、そのストーカー行為をやれば、刑務所に入らないといけないんだというね、そういう教訓を一般に与えることができる。で、2番目のね、効果として、実刑判決が出た場合の効果ですね。これはね、まあ、今後ね、法整備をしないといけません。まあ、現行法で十分と対応できるんだけれどもね。まあ、それでも抜け穴を防ぐようなね。まあ、今国会で維新なんかが、提出しようとしているような法案。まあ、これもね、本来なら与党である自民党公明党が素早くね、抜け穴を防ぐような公選法改正法案。もう出してないといけないんですけれどもね。与党がぼやっとしとる中でね、まあ、被害に遭った、候補の一人、まあ、維新の女性候補でしたけれどもね、若いね、を抱えている、まあ、維新が具体的に、こう暴言を繰り返し吐くような行為とかね、あるいは まあ、多人数で、他候補の事務所に押しかける行為、まあ、そういうものも取締り逮捕対象だっていうね、法案を、まあ、作ったと。各党に諮ってるってことですけれども、まあ、これもね、前回ちょっと言いましたけれども、多人数で押しかけるとかね、多人数なんてことは言わないんですよね。このクズ連中、現にね、一人二人三人ぐらいで、日本保守党の事務所に来たりしてね、もうこの、見るに耐えない、聞くに耐えない、行為、でずっとノックし続けたりとかね、やってましたよね。
まあそんなものも逮捕しないといけない。ですから多人数でなんていうね、限定はいらないんですよね。で、まあ、ともかくね、今回、警視庁がまあようやく、3人逮捕したということでね、これ異効果の2番目は、ああいうね、あの連中の振る舞いっていうのは、これは刑事罰の対象になると警察が判断したというね、あのファクト、これはもうすでにあの確立したわけですよね。警視庁が逮捕したということであって、ということはあの同じような行為をね、今後ああいうクズ連中がやってきた場合、それはね、刑事罰に値する行為だと我々の側で認識して、有志がですね、まあ、腕に覚えのある有志が、加害機材の無害化に、動いても何ら問題ないと、あの常にね、警察が、即時動けるわけじゃないですからね、あのクズ連中もいろんなところに、こう出没しますから、だからあのなんで警察がすぐ来てくれないんだと、そればっかり言ってるっていうのはね、我々良き市民の側においてですね、あのややね、自主性がないとも言えます。したがって、まあ、あの法整備されてね、警察が動きやすくなるにしても、すぐに警察が来られるわけじゃない。でその間ね、10分15分20分とクズどもが、女性の候補に対してね、もう性的な、セリフも含む汚いことをね、ガーガーがなり立てる、放置しといていいはずがないですから、やっぱりこれは有志がね排除に動かないといけない。でそのね、動く根拠ができましたね。現に警察がああいった行為を刑事罰に値するとして逮捕したと。で今後の展開はわからないけれどもね、警察がそういう判断をしたという事実はすでに今日確立されたわけですから、我々の側でも動いていいんだと。あの警察に対する、ね、協力行為という概念があって、本来なら、ね、警察が取り締まるような犯罪行為なんだけれども、まあ、すぐに、ね、あの警察官周りに いつもいるわけじゃないですし、110番しても、ね、何分後に駆けつけられるかわからない。その間ですね、この一般市民の有志が犯罪行為を無力化すると、これはですね、あの違法行為では全くなくてね、さっきも言ったように正当防衛の範囲内であれば違法行為どころか警察協力行為感謝状の対象になるようなね、行為なんですよね。したがってね、例えばあの日本保守党の場合、党首である百田さんとかですね、事務総長である有本さんあたりが公的にですね、公に自警団のようなものを組織するとなるとですね、またその変なクズがですね、あのこれ自警団員として働きたいという風を装って入ってきてね、さっき私が言ったような過剰防衛行為をわざとやってね、ほらほら、あの日本保守党が作った自警団というのは過剰防衛の犯罪行為に走る、そういう集団なんだというね、その反闘行為ですけれどもね、これを意図的にやるような連中が、こう侵入してくる可能性がありますよね。したがってね、あの党の、まあ、日本保守党なら日本保守党の、この上層部が支持して、組織するという形 でなくですね、有志が、語り合って、普段からトレーニングしてね、どういうふうに、動くのが加害行為機材のね、加害機材の無力化として、効率的かと、まあ、そういう訓練、もしてですね、まあ、随時、その有志たちの責任でですね、動けばいいわけです。まあ、私もね、あの名誉教授という立場、まあ、名誉教授っていうのはあの失うものが何もない、現役の教授とかになるとね、1日2日拘置所に入れられたりとかですね、あるいはあの、まあ、乱闘になって
入院っていうようなことになると、まあ、その間、授業がですね、飛んでしまうと、こういったね、まあ、問題も生じてくるわけですけれども、まあ、我々もね、その現役を外れてるから授業も持ってませんし、入試業務があるわけでもない。だからね、まあ、私も、まあ、足手まといにならないんであればね、そういった、まあ、有志の中に入ってね、それなりに活動したいと、思ってますけれどもね。それでですね、まあ、この逮捕されたね、根元から腐ったクズという愛称を持っている男が、いや、自分はね、インドのガンジーのような非暴力主義者なんだとか、青なこと言ってますよね。だから自分はですね、一切暴力は振るってないと、言論で勝負してるんだと言ってますが、これとんでもない話ですよね。例えばね、まあ、連中どんなこと言ってきたか、これ一例を挙げるとね、参政党の東京中国の候補だった吉川里奈さん、看護師として真面目に働いてこられたね、しっかりした女性、ですけれども、まあ、落選しましたけどね、この吉川里奈さんに対してね、おい、お前党首の神谷とやってんだろうと、おい、やってるで言えよっていうのはね、これは言語道断ですよね。女性に対してですね、そういう、ね、暴言吐く。そして、日本保守党の飯山あかりさんに対してはですね、おい、飯山、お前欲求不満なんだろうと、俺が注意してやろうかっていうのはね、もう小汚い、セリフを大声で後ろから車でつけていきながら、言っとると。で、ね、こういうのはね、まあ、こういう例を考えてもらうといいんですけれども、こう真面目にね、政策を訴えている女性の前に、例えばですね、ネズミの死骸を顔から5センチぐらいのところにぶら下げてですね、おいこれ死んだネズミだぞとやったり、あるいはゴキブリを目の前に吊るしたりね、それがですね、肌に触ってないから暴力じゃないんだと、そんなバカな解釈は文明国においてはありえないですよね。そんなものはね、明確に暴力行為なんですよ。肌に触れるか触れないか、で暴力かどうか判断するなんていうのはね、これはまともなね、常識人が、やることではない。明確にそんな暴力行為した。で、連中がやったことと同じですよ。目の前5センチにね、そういうゴキブリをぶら下げたと同じことなんであってね。で、根元から腐ったクズがですね、飯山さんに対して、お前俺と注意したいのかと。これも飯山さんにしてみればね、お前とキスするぐらいだったら、スカンクのケツなのにキスした方がマシだと。まあそうね、言いたいんじゃないかと、まあ勝手にセリフをつけたら問題ですけれども、まあそのぐらいの話ですよ。だからね、何かこのヤジを飛ばしたとかね、どこまでヤジが認められるかとか、アホなインテルが言ってますけどね、ヤジとかなんちゅう次元じゃないんですよ。ネズミの死骸をね、目の前3センチ、5センチにぶら下げて、おいおいと、やるのと同じことを連中はやったわけでね。これ当然、正当防衛としてですね、周りの有志が、排除すると。これは義務ですよね、周りにいる男性にとってね。まあ、今後はですね、ぜひ有志がですね、トレーニングして、こう瞬時にね、行動できるように、まあ、そういうのは私、まあ、仮にね、自警団と、まあ、呼んでるんですけれども、でね、よくね、手を出したら負けだというセリフ、使う人多いんですけれども、このセリフもね、問題でね、手を出したら負けだなんていうのは別にね、一般的心理じゃないですよね。相手が今言ったようなね、女性の顔面5センチに、ネズミの死骸やゴキブリをぶら下げて、おいおいと、へいへいとやっとると。そんなものをね、排除する。これ先にね、おい、なんだって、こう突き倒す、突き押しをやるぐらいはね、これも当然の行為なんですよね。で、さっきも言いましたけれども、それに対して相手がですね、まさにこう殴りかかってきたりしたら、これは相手が、こちら側の正当防衛の範囲をね、広げたことになるわけで、殴ってきたら別に殴り返したっていいわけでね、
しっかり鍛えてる、若い有志中心にね、そういう行為ね、まあ、遠慮なく出てもらえばいいわけですよ。そういうクズが、とんでもないことをしてきた場合ね。で、だからね、手を出すことが一切許されないのが文明国だなんていうのはね、半端なインテリが言うことであって、特にね、まあ、女性や子供を汚い、卑劣、卑猥なね、暴言攻撃から守るために、周りのね、男性が、もちろん女性でも、強い人もいますからね、有志の中に入ってもらっているわけですけれども、女性に対する暴力を排除するためにね、正当防衛、行為に出ると。これはむしろね、健全な文明国ではそうあるべきなんですよね。ということをね、改めて、言っておきたいと思うんですけれども、そしてね、先ほどちょっと、維新がね、まあ、進歩、まあ、より、公職選挙法を強化して、まあ、今回のね、クズの党の連中のような行為は違法化して、警察がすぐ動けるようにする。まあ、本来、現行法でも動けるんですけど、まあ、そういう、ね、法整備に対して、例えば立憲民主党のね、岡田克也、元外務大臣なんかは、いや、慎重にやらないといけないとかね、青なこと言ってますよね。それから、共産党なんかも、いや、反対見えたこと言っとるし、あるいは社民党のね、福島現実を見ずろ、おばはんなんかもですね、いやいや、そんな法整備の強化とか問題だと言ってます。で、あるいは公明党のね、まあ、中国べったりで有名な山口那津男氏、彼なんかもですね、まあ、代表ですけれども、新たに法整備するっていうのは慎重でないといけないというようなことを言ってますよね。で、彼らね、まあ、アホだからこういうこと言ってると。いうだけじゃなくってね、要するにこのクズの党のような連中が、まあ、飯山あかりさんのようなね、また日本保守党のようなと言ってもいいんですけれども、一般には知られてない政策をですね、街頭で訴えることによって支持をこれから集めていこうというような政治団体。このね、日本保守党のような政治団体が、自分たちがね、訴える場である街頭演説、あるいは街宣車を走らせる、こういった行為を妨害されるというのは、組織票を固めてるね、また組織票以外は入らない、そういう政党にとってはね、プラスなんですよね。だから現に今回、もう東京15区、当選したのは、立憲民主党が公認して、共産党、社民党が推薦した、つまり左翼のね、左翼の組織票を固めただけのね、候補者が当選しましたよね。だから、彼ら、まあ、その候補者自身ね、まあ、酒井夏実さんという候補者、まあ、まあ、見たところね、その、まあ、蓮舫だとか、辻元清美のようなね、もういかにもですね、まあ、アコギな、ガサツな、こう、まあ、見るからに不快感をね、常識人なら催すような、そういうタイプじゃなくて、まあ、ちょっとおとなしめの雰囲気の人、まあ、だけどね、まあ、完全左翼なんでね、落選すべきだったんですけれども、まあ、その人が、通った。これね、やはり、飯山あかり候補あたりがね、もっと、本来の計画通り、街頭演説できてればね、相当飯山さん追い上げたでしょうね。まあ、場合によったら勝てたかもしれない。で、私もね、一度、飯山あかりさんのね、応援演説行きましたよ。でもね、その時も、クズの党のカスどもがですね、まあ、本来の街頭演説場所、そこは、いい場所でね、かなりの人が、聞きに集まってくれる、そういう場所。
で、やる予定だったのが、まあ、そのクズの党の連中がね、察知して、あ、その現場に向かってるっていうんで、急遽ね、場所を変更して、まあ、あの赤札堂前という、まあ、スーパーのね、あの前で、やることになった。で、あの、まあ、そこのね、あの熱心な方々が、あの聞きに来てくれて、あるいは足を止めてね、まあ私があのこう喋ってることも、この成長をしてくれたんですけれども、やはりあの営業中のスーパーですからね、営業中のスーパーの入り口付近を塞ぐようなことになってはいけない。だからまあどうしてもですね、そんな多くの人をその場にね、来てもらうというわけにはいかない。これでね、まあ私の見立てでは、選挙は減ったんじゃないかと。お前の演説でそんなにね、票は稼げないと言われるかもしれません。新聞の選挙はね、わかりませんよ、そんなもんね。ということでね、まあ現実にそういうね、街頭演説を、クズの党に、こう、もう妨害されて、開けないと。これでね、まあ、恩恵を受けたのは、だからさっきも言ったようにね、組織票だけに頼っておるような政党ね、そういう政党はね、そういう政党の候補のところにもね、クズの党の連中は、数は少ないけどね、言ってましたよ。妨害っていうかね、暴言を吐きにね。でも、組織として投票する人たちっていうのは、まあ、クズが何を言おうかね、もう関係なく、やっぱり投票所に行って、自分たちの組織が立ててる候補に票を入れると。だから、まあ、クズたちの行為にそれほど票が影響されません。だからね、まあ、だからと言っておきますよ。そういう、まあ、左翼の組織制度とかね、あるいは、創価学会の票、で、まあ、しかないと言ってもいいね。公明党あたりは、まあ、クズの党のような、行為をですね、規制する法の強化に反対しとると。そう言われてもしょうがないでしょ。違うっちゅうんだからですね。法の強化に協力すればいいわけですよ。行動でね、行動で示すべきですよね。さて、それでですね、この、まあ、さっきも言ったようにね、法が仮にですね、まあ、抜け穴をちょっと防ぐ形でね、まあ、塞ぐ形で強化されたとしても、まあ、クズ連中はまたいろんなね、新たな抜け穴っていうのを探してね、とんでもない行為に出てくる。で、それに対してね、いくら、法が強化されてもね、まあ、警察官も数が限られてますしね、まあ、他の職もありますから、もうずっとね、常に、この、まあ、選挙が行われるようなところをね、パトロールしてるわけにはいかない。特に、まあ、今回の場合ね、まあ、補欠選挙だったんでね、東京15区の場合、まあ、江東区だけで選挙をやってて、他では選挙やってないわけですけれども、衆議院の総選挙とかなればね、日本中で、この選挙活動があるわけですから、この全部、全地域に関してね、警察がね、仮にですね、クズの党のような連中、まあ、同じような行為やったら、すぐ逮捕してやろうというふうに構えていたとしてもね、やっぱこの、対応できないですよね。だからね、やはり有志が、その場で臨機応変にですね、その、加害行為をやはり排除しないといけない。まあ、現にね、飯山あかりさん、非常に強い女性ですけれども、まあ、私も一緒にね、対談本を出したりですね、まあ、雑誌の、まあ、対談とかシンポジウム一緒に、まあ、出たりとかね、してるから、よく知ってます。まあ、力関係で言うと、私なんかはね、ボンちゃんの弟ぐらいのね、立場だと言われたりもしますけれども、まあ、飯山さん、まあ、飼い主というとちょっとあれですけどね。だからまあ、まあ、知的な能力というか存在感においてはね、まあ、私から見て、まあ、彼女の方がね、大きなお姉さんみたいな感じではあるけれどもね、やはり肉体的にはね、